ペンソールをした形で、植栽地以外はエコグローブで、雑草も抑えられるし、一番簡単じゃない。楽しみながら作っていくっていうか、そういうお庭になったと思います。この石積みがちょっと組み直したりしますけど、こっち側が植栽地、ふした感じで柔らかみの形で組み直そうかな、全部石を。発生した砂利を入れていきます。あのフェンスの方も、今やっと出てきたんで、ちょっとあそこにあのフェンスを利用した形で縦を板を張って目隠しやります。まあちょっとワンバイを感覚で、あのもうフェンスにそのまま打って、これがで、あの一応掘り取って使える、使っていこうかなと思う。まあとりあえずこんだけ植える。であと足んないのは地肥類とかなんか植えていきますけど、全部植栽し直して配置を変えていきます。手にして、ある程度あんまりガタつきがないように、それでこう縁やれば、あとはエコグローブ最終的に引くんで、エコグローブはあの浸透式の土の固まるやつで、まあこの間日本庭園では練りのを使いましたけど、これはもう散布して水をまくだけで固まるっていうやつで、はい。多少の勾配が
それ取れなくても水が浸透しちゃうんで、でまあ歩くことにおいても障害がないと。雑草も抑えられるし、植栽地以外はエコグローブで。エコグローブを巻くだけなんですけども、ちょっとその前に高圧洗浄をかけちゃいます。エコグローブ仕上げでやっていきます。そうですね、この大体5000ぐらいの状態であります。大丈夫、大体もうその一般的にそのぐらいの感じですね。はい、あ、これね、砂と、だから基本的に原料は砂と、あ、マサド。うん。これは、シャワー工法ですって。この上から。これをかければ、翌日固まってくる。だから、一番簡単じゃないですか、これ。ただ寒い時とか、ちょっと凍っちゃうようなところは水かけるんで、昼間太陽が出てる時と温度は通行としてはいいですね。これ少し上から圧をかける。いや、そのほうが少し強度的にも空気がいっぱいになっちゃうと、やっぱりちょっと押し固めとくと水かけても沈まない。あ、これね、それほど勾配は気にしなくていいんで、水足で全部浸透しちゃうんで。その程度は、だけど重たいもんとか、車とかそういうのももう無理で。絶対無理。草が入らないように。表面の化粧するか。アスファルトね、引いてもね、雑草、すごいやつは、これ。生えてきちゃうんで、完璧ってわけじゃないですけど、雑草対策には一応。だから最初表面だけ巻いて、で固まってからたっぷり。はい、これで完成です。
これで完成です。今までちょっとあの植物が大きいやつ、香木が多かったんで、そのセラなんかもちょっと隠れてたんですけど、大きい木はほとんど切っちゃったんで撤去したで、まあドナセラが逆に今度香木っていう感覚でまとめました。全体的にスリムな感じです。縁石なんかもこう整理して出てきたやつを使ってますから、まあ、こっちで入れたのが、ピンコロと、ピンコロが20本ぐらいですかね。で、まあ、エコーローブと。そうですね。まあ、多分香木あって、あった上で植物を植えたんで、結構混んじゃったっ状態でいたんですけども。一応、植物の上、植え込みと広くするスペースを区切れば結構で、やっぱり今までアプローチなんかもちょっとそこから草が生えたり、だからアプローチを草が生えるとどうしてもアプローチが狭くなっちゃう。だから今回エコグローブを使いまして雑草を抑えるという形にしましたから、まあ今こんだけの広さ空間的に保っていけると思います。こう手入れももうこの花壇の中だけっつ石組みの中だけをやっていけばいいわけですから、まあこの石なんかもほとんど組み倒したんですけど、今まで 和の雰囲気でだったんで、まあ、それをできるだけ寝かした形の柔らかみのある、まあ、伏せた感じの伏せ直したんですけど、だからどうしても日本人の場合は立ち石的にこう石の造形的なものを使うことが多くて、まん丸でツルツルっていうのもそれほどだけど、伏せるっていう形で使っていくと、まあ今の植物に合う雰囲気にはなります。はい、ドナセラとかソテツに合わせた形で一応こういう構成になりました。はい、表はここは中にあるソテツとそれからドナセラがぶわっと映すようになってたんで、まあ入り口なんでここだけでも、まあ、季節感のある花を飾る。ガラスブロックも割れてたりなんか気にしてたんですけど、まあこういう形で、まあ、結構ここで雰囲気が非常につかめると思うんですけど、まあ、この一角だけでももう非常にねお花はもう楽しんでいただければいいかと思います。これで一応リメイクは終わります。まあ、今までちょっと植木が結構邪魔してどう植えてもバランスが合わないとかそういう問題があったと思うんですけども、今こうすっきり花壇とアプローチメリハリをはっきりつけたんで、これからなんかお庭を楽しんでいけると思います。やっぱり空気の流れがこう変わりましたもんね。やっぱ
ぱりそうなれば植物も空気の流れで結構育ちも良くなると思いますから、楽しみなのを作っていくっていうか、そういうお庭になったと思います。これで終わりたいと思います。ありがとうございました。